無になっちゃう。人が与えられたものってやっぱその考えることと話し合うことだと思うんですよね、人間の一番。だから多分そこなんだと思うんですよ、一番の大事なのは自由になるためにとか、まあなんて言ってないですかね、結局縛られちゃうんですよ。自由になるために生きようと思っても結局自分がルールその縛られちゃうんですよ。自分がじゃあ生きるためにどうしようって結局狭いんですよ、逆に。じゃあ俺光くん基本的好きじゃん、はい、大好きじゃん、はい、ただ光くんが配信画面で「金ねえからステッカー買ってください」っていう一言で萎えるんだよね。ああまあそれ極力積もった時ですね。でしょ、はい、まあリアクト好きで買ってくれたら嬉しいなっていう感じですね。でもそのためには自分頑張りますよ。誰も普段見ない景色見せます、さっきも言ったところ、普段行かないところに行ったりとか、なんかさ、いや俺は光くんは十分先に情報を与えてると思ってるの。配信っていうサービス、配信っていう生き様で食っていきたいんでしょ。そうです。で配信で対価を得るべきだと思うんだよね。ステッカー屋さんじゃねえだろお前って。まあでもそれが生きる、それを金にしてしまうと。石川のり空気買ってくださいなんでしょ、だから空気なんでしょ。まあそうなっちゃうんですけど、でも形に残したいんですよね、そしたら。おお、だからただで配ればいいじゃん、形に残るんだから、ただで配ったらでしょ。そのただだから言い方じゃないですか、そしたらボランティアでいいんです。いやじゃあ配信でしょ、配信で食ってきたいんだから配信売れよと思うんだよ。配信で売ってますよ、もちろん。ステッカー振ってるじゃん、ステッカーを振ってステッカーを売ってるじゃん。売ってます、配信売ってないじゃん。まあ一応支援っていう形にします、気持ちとか、はい、まあボランティアっていう形で気持ちとか。だからまあ値段は決められないですよ、リスナーさんによって。この間もそうですけど、1枚800円で決めてますけど、気持ちで10万で買ってくれたリスナーさんもいますし、そこはまあいろんな言い回しじゃないんですけど、ちょっと汚いかもしれないですけど。どうなんだろうね。まあ難しいですねそこは。まあでもその堂々とステッカーを売っていけばいいじゃんっていうぐらいの人ではないんで僕は。なんだろう、ステッカーをただで配ればいいじゃんっていう人間でもないんですよね。まだ。なんで人に嫌われる配信者として今売ってます。まだそこまでしかないです僕は。難しいっすね。まあそれ以前に協力してくれたリスナーさんとかはいつか僕はその大前提で、僕と関わってくれた人間も一緒に上げていくっていうのをさっきの大前提の上で話して、結果的には僕は昨日閲覧800人ぐらいの時、850、900人ぐらいですか、僕がいつか会社を起こした時に、まあニートの人はどれぐらいいるんだと、そしたらお前ら全員雇うわと。その代わりを俺に今は力貸してくれって。でその力を貸すっていうのは金じゃないんですよ、アイディアですね。僕が欲しいの全部全てのこと。俺何にも売ってないよ、俺はただ生きてるだけで金入ってくるから、俺は何にも売らない。誰とも駆け引きしてないね。まあ多分そこは僕と和野さんの多分違いです。そうじゃあお金をくれる人の話になると、うん、多分いつかお金がなくなるんですよ。もらえる人、もらえる人、くれる人なくならないんじゃないの。俺絶対なくならないと思ってるけど。そうですか。うん。それは何なんですか。和道だから。それを俺だってこんだけかそっててもいまだに7万ぐらい入ってるもん。振り込めて一言も言ってないよ。それをなんかもうちょっと根本的に、うん、頭下げたくないもん。でもそれが死ぬまで続くかって。絶対続くね。ぶっちゃけていいですか。いいよ。7万少なくないですか。うん、でも全然いいと思うよ。うん、誰この人知らない人から出てきた。じゃあだから LINE のさ ID とかも拡散するやつやめてほしいんだよ。おお疲れ。大丈夫だよ。うん、うん、ちょっと待って、誰かと思ったらお前か。じゃあ今和道さんわかる？で今配信中なんだよね。和道さんの枠で。そうだよ。ね、まあいいや、内容はいいわ。で、どうした？やめたい、やめたい。どうした？俺でも明日から名前もらってるよ、俺。東京はもう帰ってこない、しばらく。半年以上。どうした？え、ちょ、待って、ちょ、待って。今日は結構飲んでる。いや、全然飲んでない。全然飲んでないですよ。シラフ、シラフ。おい、何？ちょっと待っていつ？まずいや、企画じゃない、なんか打ち合わせ、ミーティングしてた今日は。うん、光くんの社長さんと上司さんがいて、で、お食事ごちそうになってた。日付だけ。うん、なんかいつも唐突すぎるね、内容は。そうだよ。ご飯だ。今一人じゃないでしょ、うん、正直に。そうなんだ、ニヤニヤしてるでしょ。うん、分かりやすいね。今ね、歌舞伎町ミキティから話聞いた？あ、聞いてないから。ゆとり世代、何が？うまい。闇キティとつながってない。そうなんだ。あ、そうなんだ。うまい。いらない。生ポの他に7万ぐらいの収入が永遠にあるってこと？ね、生ポの他に物品であったりとか天城府であったりとか現金に課金すると7万ぐらいのものが放送で振り込まれてるのと、あと7万ぐらい仕事で稼いでるね。うん、そんな感じ。いや、もういいよ。うん、酔ってるでしょ。最近何してるの？配信してないけど。仕事してるの？テレビが。低燃費？低燃費ちゃう。嘘。低燃費んだ。へえ。超懐かしい。何が？うん。じゃあ自分はどうしたい？なんか川かけてるでしょ。だって普段連絡ございんやん。だって結構そう連絡することがないのに突然こういう感じこれでネックレスうまくまだ届いてないんだよね。うん。ネックレスまだ届いてない。19に届く予定だから、もしかしたら家にもう伝票あるかもしれないけど。うん。暇なの。うん。本当素直になったら。なんとなく。そうっすか。酔ってるでしょ。ナマコなのに収入あるってことかな。あるよ。あるよ。全然あるよ。もっと素直になれよ。いっぱいあるよ。わかんないけど。そうだね。デザインもちゃんとしてるからね。早く出来上がるの楽しみなんだけど。結構原価かかったよネックレスだから、それは分かるけど、やめた方がいいよなんかね、とりあえず待って、何も飲むから大丈夫ですか。あ、俺まだあるからいいです、大丈夫。いや、俺結構勘繰りと疑い分かりやすいから、俺もだって結構こだわったね、だいぶ。うん、こだわったね。だから素直に言えよっつって。だからめんどくさいんだけど。あ、ビール1個。はい、お願いします。あ、じゃあ追加で。はい、でだからしばらく帰る。急にあるな、ナボコもらえないのでは。もらえるよ全然。うん、申告っていうのをするんだよ。ナマコもらって収入今月いくらありましたかっていうので差額を返金するの、国に。叶えるように見えるよ。スポンサーいないよ。だってスポンサーみんながスポンサーも俺の配信もくれてる人たちが。未申告の場合は不正受給って言って逮捕だね。詐欺罪だね。ステッカーめっちゃ売れてるよ。合計総額で半年間で320万円は売れてるから。うん、売れてるんだけど、全部飲み代と宿泊代とかで全部なくなってる。単純計算するとそうだよ、しょうがないじゃん。そこから経費は差し引けないんですよ。経費は差し引いてないね。自腹水に切ってるね。だから自分がどうしたか、だから酒飲むのやめたりとか、明確的に言えよ。そういう感じ。うん、経費とかは引いてない。うん、経費かかったら自腹を切ってる感じ。うん、稼いだ金額の中からね。一時期芸能人の親が不正受給してて問題になってた。あれじゃなかったっけ？川本だっけ？川本の親じゃなかったっけ？河本か。どこにいるの？おいでよ。あれは不正受給じゃないんだけどね、問題になったのは。そういえば彼女は何歳だったの？ ID チェックした。いや、いいんだよ、年齢いくつでも。好きなもんは好きだから。俺、年齢、彼女の年齢で惚れた腫れたじゃないから。彼女の存在が好きだから、別にいくつでも構わない。あんまり年齢は、俺は恋愛で問題にならないかな。別にいつでも好きですよ、彼女のこと愛してる。来るなら待ってるよ、頑張って。ベルベルだけども俺。だからめんどくせえんだけどさ、なんか裏があるよね、あなたはいつも。気持ち悪い、昔からね昔から愛してくれてる、まあ気にはなるよ、うん、ある意味ね、どす黒い愛だろ、うん、まあいいんじゃない、嫌いじゃないけど、うん、ここ東京、新宿歌舞伎町、あ、そうなんだ、うん、で、来るの来ないの、絶対来ないの、了解です、じゃあ定年期、あいつ配信やってんの今？いや、わかんないです、なんかその、うん、それが本当に配信サバカでやってるかどうかわかんないですけど、もうリークしてきてますね、裏の話ですか、裏の今後やろうとしてる話とか、それが誰がリークしたのかっていうのとかも全部大体なんとなくわかるし、嘘、はい、特定だけなんで、大体なんか話の中で、普通に全然めったに食べてこないよね、はい、だって何もう知ってたってこと、はい、同じ話題を出してきてこっちを振ってきた、気持ち悪くないですか、てか裏切りだよ、気持ち悪い、めんどくせえなあ、でもそういうやつは落ちるよ、なんか目先のことしか考えてないんだなと思っちゃうんですね、僕は、僕はもうめちゃくちゃ先まで考えてますからね、やってるって何がやってんの？僕でも1年半から2年で30歳やったら配信やめますから、それはもう配信上でも言ってます、うん、はい、なんで裏方に回ります、へえ、だからもうあと1年ちょっとぐらいしか炎上芸とかみんなに嫌われる配信もできないんですよ、俺生涯やるから、はい、僕はもう俺はやめない配信宣言します、もう上行っちゃうんで、うん、だからそういう時に僕はサポートしますね、いやいやいや、なんだろう、サポートじゃなくて、なんか一緒にいるのが楽しいじゃん、まあ、だからまた飲もうよ、はい、その時は僕がつながっていろんな人脈紹介して一緒に、そういうのはいい、じゃあそれで付き合ってんのはくだらないっつうの、だからなんつうの、この人がこうだからこの先があるからとか嫌なの俺、光くんが好きだから一緒に酒飲みたいとか、光くんが力貸してよとか、それシンプルでいいじゃん、めんどくさくない？めんどくさいですね、だから結局それができなかった時に裏切られたとかさ、腫れた惚れたとかって、いやてめえが信じた責任だろうと思うの、だから俺は今しか嫌なの、サブアカのことなんか別になんかそれはいいっていうか、ああチェブさん見てたんだ、へえ、テレビやってたんだ配信、サブアカでチェブさん、あ今配信中だったの、その電話配信中に電話してきました、へえ、かつく来るのかな、絶対多分来ないですよ、どうだろうね、それぐらいの度胸がある女かつないですよ、あめ、もう俺はめんどくさいよ、ミレイさん、俺はめんどくさいよ、俺はめんどくさいよ、理屈こねて生きてきたんだから、逆に俺理屈じゃないタイプだ、だから面白いと思うよ、だから何気に熱い部分は一緒だけど、生き方違うよね、全然真逆だと思う、全く。ていうかさ、ヒカル君さ、さっきのゲームってここになんかゴミがずっとついてるのよ、ここに、水に出るじゃん、そうそう、あ、じゃカニのやつだ、何それ、カニ食いながらしゃべってた、カニがここについたの、俺初めて見たんだけど、ここにカニつけるやつ初めて見た、メカニついてました、逆にでも真逆だから楽しいっていう部分もあるし、お互いの意見も話せるし、出遅れだ、いらっしゃい、頑張っちゃう、俺はめんどくさいよ、僕もめんどくさいで結構くどいですよ、だって自分が納得いかないと嫌じゃないですか、俺もそうなんですよ、人って多分なんでつながるかって、自分のないものを取り入れたくて多分つながる部分もあるんだと思うんですよ、そういう共通の趣味や、あと、まあ、性格が合うとかじゃないんですけど、それでつながるだけじゃなくて自分にないものを得たくて、人ともあんたより人と関わりたいなっていう、それは配信だけじゃなくて全部だと思うんですよ。続きやろうよ。7万少ないって言ったじゃん。続きやろうよ。7万？そう、7万っつって少ない少ないですね。はい、少ないです。少ないです、少ないです。ワドはめんどくさいというか、知能が異常人ではないから、ワドのスタイル、雲のすのより細かい。でもさ、俺はね、ステッカー売るときに、俺売るの嫌なの。俺の話続けるよ、俺しつこいよ、俺ステッカーをただで配ればいいじゃんっていう話。そうなんだけど、いや別に押し付けてはいないのよ。それなんか違う、根本的に違うところが知りたいなと思って、で、いやそれは分かってます。で、なんかなんつうんだろう、その7万少ないじゃん。だけどそれは純粋に配信だけで稼いだ純7万なのよ、俺にとって。でも、だから、ヒカルくんだったら、純粋にやったら多分100超えると思うんだよ。で、ぶっちゃけステッカー売った方が儲かると思うの。だって今、じゃあ儲かるからステッカー売ってんのって話で聞こえるんだよ。そのステッカーの額が320万です。でしょ？はい。でもそれ全部酒と宿泊代とかで。じゃあさ、あと他にお金出してるとか、他のリスナーさんとか、まあ、おごったりってことでしょ？だけどさ、いいんだよ、それで。だけど、なんつうんだろうな。なんだろうな。なんで嫌なんだろうな、ステッカー。まあだからそれをなんで嫌なのかを明確にしてくれないと、ワドさんの意見が成り立たなくなっちゃうんですよ。いやいや、はっきり言わないとブレブレになっちゃうんですよ。どういうこと？だってワドさんはステッカーをただで配れっていう意見から対して、今なんで言えないのかなって今なってるじゃないですか、最終結果。いや、言えないのかなじゃなくて、なんでそういう考えになるのかわかんないんだよ。そう、ステッカーを売るのが、ステッカー売りたいわけじゃないじゃん。絶対違うもん。絶対この人ステッカー売りたくない人なの。だけど一番効率のいい手段として選んでるのは分かるの。一番効率のいい手段だけど、ステッカー売るために生まれてきてねえんだよ、この男は。絶対だからムキになってるのも分かるの。それが面白いの。だからつつくの本質じゃない。売りたくないんだよ、こいつ。絶対本当は売りたくないの。ぶっちゃけ仕事行けば上に上がれる人間だよ。そうでしょ？だから別に何やっても稼げるんだけど、そこまで徹底的に配信にこだわるなら配信金にしろよって思ってたの、俺は。そこが面白いのよ。そう、ここまで腹くくってんのにちょっとだけドライなところがあるんだよね。うまいっすね。うまいっすけど見てるな、この人。すげえな。リスナーに媚び売ってほしくないよ。だからステッカー買ってください、お願いしますっていう発言がイラっとくるのよ、俺は見てて。まあその言葉がことですね。まあでも極論配信上で飯食っていくってなって、何もできなくなった時本当に困るのが僕なんで、ステッカー買ってくれたら生活費になりますっていうのが理由なんですよ。だから配信より生活選んでるように聞こえちゃうんだよ。まあそういうことですよね。それは甘いです。極論死にたくないし、辛いものしたくないから。あ、納得した。それ聞きたかった。極論ね、クズです。じゃあこれね、なんで前の話があるかっていうと、フジコの店で飲んでた時に配信のために死ねるってずっと言ってたのよ。だから試したの。じゃあステッカー売らなくていいんじゃないって言うとか、配信で死んじゃうじゃないですかって言って、いやお前さっき配信で死ねるって言ったじゃんっていうのはそこに繋がるのよ。だから配信回ってないところ、そこはちょっと違うんです。なんでかというと、今、まあ、チャリティー配信してるんですよ。心霊配信、道路が狭い道も、ずっと僕は今走ってるんですよ。で、ダンプが通るときとかも。で、一歩違えば本当に死ぬんですよ。それもネタになればいいと思ってます、正直、配信上でも。いつ死ぬかなんて人は分かんないって言ったじゃないですか。分かった、配信で事故で死ぬのは構わないけど、うまい飯食いたいし、女は抱きたいし、なるべく金は欲しいってことね。そういうふうに言って、僕は。それが3倍目光です。そういうことです。わがままってことね。そう、わがままです。なるほど。多分、あ、いいっすね。そうなんですよ。僕、いろんな人に関わる、リアルの人でもいいんですけど、家族でもそうです。人一倍のわがままなんですよ、僕って。僕が納得いかないとこだったら、僕はそれを追求しますし、納得いかないまで、僕も。で、僕甘えますから、散々。甘えるときは、とことん。はい。それぐらい、人一倍すごい甘えたがりだから。いや、なんかね、リスナー側とかどうでもいいんだよね。俺、頭下げてるかっこ悪いヒカル君を見たくないだけなんだよ。いや、でも、一応、まあ、礼儀っすか。礼儀じゃない。礼儀じゃねえだろ。いや、礼儀ですよ、やっぱ買っていただいて。だって逆にだから買ってくれてありがとうは礼儀だよ。超嬉しいっすは礼儀だけど、金がないからステッカー買ってくださいってお前のせいだろって思わない。300万売り上げてるんですよってで配ってるんですよで金ないっすっていうのはダセーよ。まあそれは僕のせいですよね。そうだからいいじゃないですか。だってクズ配信者だったんですよそうだから和道さんとはもうだからスタイルが違うんですよ。僕はクズ配信者ってことですから、多分配信界ナンバーワンってことのクズです。そこは胸張ってます。そうだからヒカルはかっこよくなくていいよってそれが僕のスタイルですね。だから僕はクズで言ってるんでやっぱ難しいですね。もうまあいろいろトイレ行ってきていい？あ、どうぞ。ちょっと配信つないでてごめんね。あ、大丈夫です。よいしょ。すみません、和道さん。いやでも面白いね。結果青森をつかない気になる。今まさにこの酔っ払ってる状況で、まさか俺の性病が気になるこの状況で、しかもタワーくれ相当すげえわ。俺だって今日2時間飲んでんだよ。ヤミーがダブルデートしてる時に俺を釣られて、俺も女の子来なくてヤミーはデートしないやつって俺はガールズバーで飲むやつ2時間飲んでるからね。ひたすらエンドレスで飲んでるわ。和田の言うことはまともに聞いてると頭くしくなるよ。いや大丈夫だよ。見てあ逆にそうなっちゃうって思っちゃう。だって俺は過去人生の中でいろんな人と本当に多分みんなが思う以上に配信者だけじゃなくて、まあ遊び好きなんだよね俺基本的に。だから友達の友達とか友達の友達とかバーって俺知り合ったりとかするんだよ。いろんな人とジャンルがあってリアルでもそういう話するけど、やっぱそういう話する人もいるし、で別にだから自分は自分なんだよね結局っていう部分もあるけど、自分は納得した部分はちゃんと取り入れて直そうかなっていう部分もあるし、でもちゃんとね自分がそう思わない時はそういうよちゃんと素直に、まあ、言い方が違かったり、人ってなんかその特にはそうだよ、頭がいい人ってさ物事とかは言い方によってその捉え方が違うから、その言い方を間違えてしまうと相手に伝わらないということもあるんだよ実際。で普通に自分の直感や自分が覚えた体の言葉を並べてるだけじゃ人には理解されないっていうのも分かってるの正直。でもそれはもうずっと分かってるから、昔から分かってる中学校から。じゃあどうしようっていう話になったら、今もまだ違うんだよね。配信者クズ配信者としてまだ30までいる。で配信やめるでやめるとは言ったけど、やめるかどうかは実際わからない。だけど30から上は俺が培ってきた全部、30まで培ってきたもの全部爆発的に爆発でバーンっていくから、だから上行くんだよ俺は。隠してたもん全部出すから今までだったら、みんな驚くと思うんですよ後々。俺全部バカにされてきてるけど全部隠してきたものを出すから、30歳からは。考え方人それぞれ、変わったジャンルの方といらっしゃる。だからまあ人それぞれじゃない。だからその例えば和道さんの話の枠をしてて和道さんに納得するリスナーさんがいれば、まあそのかっこしいじゃないですか。いろんな配信者がその配信者の気持ちを分かったりとかした上でいるリスナーさんはいるじゃん。ただ単にそれが多いか少ないかの話だけであって、別に閲覧はそこは関係ないんだよ。共通するリスナーじゃなくて人もいるとかいないとか、そうで和道さんが言ってることも正論だし、だから和道さんが言ってることも受け入れて生きていこうっていう部分もあるし、でも違うなっていうとか俺も素直に言うけど、和道さんに納得してもらうためには頭がいいからこの人は、だから言葉を変えて伝えなきゃいけない部分もあるんじゃないかなとか、いろいろあるよね。バリエーション、なんだろう、バリエーションなんだっけ、言葉のなんて言うんでしょう言葉のことバリエーションじゃなくて言葉の変え方をうまく伝えるっていうニュアンスニュアンス、もう一個バリエーション、ニュアンス、もう一個っす。なんだっけ、コンドームコンドームっすコンドって言いました。プロセス、プロセス、違う、プロセスは約束でしょ。いや、それプロミスだわ。あ、そっかプロセスじゃん、家庭だわ、プロセスは家庭、プロセスじゃん。すげえ面白いなんだろうね、バリエーション、なんだっけ、全然出ないな。なんだっけ、いつも俺も言うんだけどなあ、ボキャブラリー、そうね。ああ、すごいすごい。そう、ボキャブラリー。いいね。よく分かってるね。ボキャブラリー。そう、ボキャブラリー、いつも言ってるよ。だから言葉のボキャブラリーって大事ですよね。うん。大事です。いや、でも俺は、ヒカルくんは、なんか思いがあるのが伝わるんだよ。でも、俺は、なんか自分が納得するまで聞くタイプだから、そうそうそう。それでいじってるのが楽しいよね。そう、知ってる。だから、煽るのが楽しい。そう、だからそれも今配信で言ってたんですよ。トイレ行ってる間に。そう、痛いところ突きたいの。はい。だから嫌われるんだよね。そう。いや、そういうわけじゃないんですよ。だって僕の家族が今までそうなんですよ。姉ちゃんのやっぱその、旦那さんとかもそうだし、やっぱ姉ちゃんとかもそうだし、妹もそうだし、なんで、まあ長男なのにそういう生き方してるのとか、で父ちゃん母ちゃんもまあそうじゃないですけど、家族で飲む時があって、一回集まった時で、ばあちゃんの葬式お世話なのに、前日に親戚が集まるじゃないですか。で僕だけ責められるんですよ。で、僕たちはこういうふうに生きていますとか、私たちはこういうふうに生きてますみたいな感じになって、お子さんいてみたいな、姉ちゃんとかね。で、集まって飲んでるのに、で、ヒカルは何やってんの、長男なのにってなると、僕は配信やってますってなるじゃないですか。そうすると、みんななんか、やっぱ、はってなるじゃないですか。リアルにして、家族いねえかんな、俺。僕はなんか責められるんですよ。だからそこでブチ切れるんですよ。やっぱ、全く一緒っすよ。だからそういう、逆に珍しいから、そういう気持ちはわかるんだけど、お酒も飲んでるし、それ楽しみたい。知識もないけど、気持ちは分かるんだけど、そう、なんかそれに耐えられなくていつもぶち切れて、家出るわっていう感じなんですけど、その家族全員に囲まれて、結局もう二度と帰んねえよっつって、で、3ヶ月ぐらいに怒るんですよ。ただいまっつって、服だけ取りに来たわっつって、また帰るっつって。いいじゃん、帰る家があって。いや、ないですよ。帰れないですよ、今。帰ってないですね。まあ帰るっつってもその服だけですけど、今回富士そばの件があって、富士そばの登山グッズをにこれから登山グッズ仕様を変えるために1回だけ実家に送って、でそれを取りに行っただけで、その1週目ですから。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。